ジンバーンパイセンラジオ。この放送はあなたのカーライフをサポートするコザ自動車の提供でお送りします。いい車あるさー。ジンとアルハのしゃべくりタイム。あっという間に9月。はい、だいぶ涼しくなってきたんですがね。ちょっと残暑ね。そう、あの特に今週ね。今週ね、今週なんか30度の日多いね。あ、そうなんです。30度なんですか。うん、昨日も一昨日も、うーん、月火水ぐらいちょっと暑かったね。でも水曜日そうでもないね。ちょっと外目にいる人なんかではきつい時期ですね。私部屋に必ず温度計湿度計があって、はいはいはい、常に見張ってるんですけど、あ、やっぱ真夏に比べたら本当にいい数値ですね。まあそうだよね。でもね、湿度がだんだん乾燥してきて、うん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 、気を許すと 40% 台とかなってるんで、あ、 60% 常に確保したい身としては。そうなの。そうなんですよ。 60% って調子いいんですよ、喉が。へえ、うん、やっぱそういうのあるんだ。 ありますね、肌と喉に。でも 90% ぐらいあるから。いやいやいや、もうしちゃすぎるでしょ。だってあのお風呂とかだとさ、カビ生えるから。お風呂場とかだとよく声出る。そうだね、うん、でも常にあれは本当にカビ生えるからね。あ、そう。うん、すごいよ。まあ、私昔住んでた部屋が、うんうんうん、日当たりがすこぶる悪い北西向きで、1階で穴蔵のような部屋だったんですけど、何でもかんでも本当によくカビが生えて、うん、ドライフラワーすらカビが生えるっていう。ドライじゃねえじゃん。そうそうそう。でもそれはね、なんか見た目にも健康に悪そうで気持ちもあれだし、なんかなんとなくそれは良くない感じがしてた。なるほど、ね、だから日当たりのいい部屋で湿度をなるべく加湿器で保つのが、はいはいはい、今いいですね、私。なるほど、はい、じゃあ今が一番いいと。そうですね、うんうん、気を許すと低いですけど、だから風も蔓延するから本当 60% っていいらしいですよ。うん、みんなもね、加湿器除湿器うまく使って、ね、うん、ない人はね、うん、タオルを濡らしてね。そうそうそう、ハンガーに引っ掛けておくだけで、ね、そう、臭くなるか気をつけてな、あれ。それをね、顔拭いたりすると顔が臭くなる。あ、気をつけたい。手拭いたりするとびっくりするよ。なんで俺の手こんなに臭いのみたいな。人に嫌がられるからね、あれは。そうそうそう、本当にダメよ、あれは。まだね、暑い夏を引きずる季節はね、臭さも引きずるから。そう、本当残念なね、結末を迎えることになる。臭いのダメ、本当ダメ。そうそうそう。ところで秋ですけど、はい、芸術の秋、はい、私たちもちょっと芸術、まあ、ちょっとというか私は本業歌なので、うんうんうん、芸術好きですし、はいはいはい、じいさんも芸術はね、好きですよ。まあ好きですね。最近はどうですか、うんうん、芸術の秋としては触れました？あんまり触れてないんだけど、うん、まあでもこう秋だからね、その、まあ、音楽であったりとか、うん、博物館とか行きたいなみたいな、まあね、うん、まあ、あとは映像、まあ、気軽に見れるのはね、映画館で映画を見るとかさ、アマゾンプライム見ちゃう。そうそうそう、いいよね。そう、そういうのでちょっとね、うん、そういう芸術の秋と 食欲の秋をコラボしながら。本当に常にお腹空いてる。本当、うん、俺もそう。蓄えようとしてる感じするもん、本能が。俺もそう。24時間365日ね。そうそうそう、なんか食べたくなっちゃう、ね、食べたくなる、はい、さっきラーメンの雑誌が目の前にあって、ああ、あったね、あれ俺買ってきた。テーだよね、うん、2018年のね、2018年度版を買ってきました。神奈川県版、そうありました、ね、沖縄県 もあれ美味しいんでしょ。美味しいよ、沖縄そばの。沖縄そばね、うん、沖縄そば、うんうん、食べてみたい。いろんな味があるから、ラーメンと一緒。あー、もうスープが、味もいろいろなんだ。スープが違うから、みんな味噌とか。そう、おのおの店の味噌はないな。味噌残念。味噌もないし醤油もない。ただ違う、その出汁の取り方は豚骨ベースであったり、その合わせ出汁ベースであったり、あの基本塩です。あ、塩っていう表記合ってるのか分かんねえけど、塩っぺ味。あ、塩っぺ味、そう、なるほどね、塩っぺ味です。いつ食べてみたいところです。味噌ソーキそばあったら教えてください。あるかもしれない。生み出してほしい。さあ、今日はゲストが、はいはい、そんな芸術の秋にふさわしい方ということで、脚本家さんなんですよ。ええ、
私お世話になってます。俺もお世話になりたいです。なりましょう今日。はい、はい、今日は脚本家シナリストの石川明さんです。はい、ありがとうございます。どうもこんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。脚本家をやらせていただいてます、石川明と言います。よろしくお願いします。私はあの、まあ、結構元来失礼な体質なんで、はいはい、石川と呼んでますけど。石川かわいいでしょ。なんか僕が犬になっちゃってるんですけど、ね、そう、顔が犬なんです。お顔が本当に犬なんです。ひどい、ひどい。石川ゲストに対して顔が犬なんです。でこれで肩書きが脚本家シナリスト。シナリストって私初めて聞いた。これ今最近ね、うん、あの名刺にシナリストって脚本家の後につけてるんですけども、うん、実はあのロシアという国では脚本家のことをシナリストって呼ぶんですよ、はい、で結構あのロシアのいろいろ芸術ありますよね。芸術ですね、はいはいはい、バレエとかあの舞台とか、あっちはね、映画とか、うん、その中でやっぱ映画が一番やっぱ芸術的には高いらしくて、すごいじゃないですか。その中で一番やっぱすごいのが監督で、次がシナリストらしい。シナリストやる。なるほど。そんなシナリストが今日来てくれたわけですね。そうですよ、ロシアではもう、ロシアではもうね、うん、こっちではああですけど、ロシアで、ロシアで石川といえばもうもうトップです、キングオブシナリスト。多分ロシアの人は誰も石川って言わない。あっち発音難しそうだから、ね、だからロシアのお仕事がちょいちょいあるんだよね、うん、そうですね、ここ最近ロシア圏、はい、ベラルーシから始まってウクライナ、それからモスクワで三部作を、はい、ロシア圏三部作、映画を旧ロシア圏三部作、へー、映画を撮ってきて、出入りすることすら私たちには遠い感じがするんだけど、そうですね、ね、入出国が大変ですね。僕も遠かったですねえ、もう行くまではどうなることやらと思ってました、ね、書類審査とかやっぱり、うんうん、ね、情勢もあるし、そうですね、ベラルーシっていうのは、まあ、ヨーロッパで唯一残ってる独裁国家ですよね、はいはいはい、うん、というのもあるし、モスクワ、モスクワでまたウクライナはあのビザいらないんですよ。ウクライナは結構軽く気軽に行けるんですけども、モスクワもまた結構審査が大変なんですね。うん、よくそこに何度も何度も出入りして、しかも映画撮ってきちゃったっていう、それ許されるってこともびっくりしちゃう、ね、だってそもそもね、その道路使用許可とかの取り方すら分かんないんで、うん、まあそうですよね。そこはだから、うん、そこはまあまあいろいろやり方っていうのがあるんで、あんまり大きな声で言えないやり方があるわけです、ね、スパイにチューンとかで殺されちゃったりしそうじゃない、ね、なんか踏み込んじゃいけないところに踏み込んだら、そうですね、そういうところはもう現地 あのもちろんコーディネーターがいるので、やっちゃいけないこと、踏み込んじゃいけないこと、言っちゃいけないことっていうのは絶対厳しいんです。なるほど。僕らの常識と違う常識が絶対海外っていうのはあるわけで、そこはちゃんと知っとかないと怖いですよね。バックパッカーなんかなんかもう無理な感じがするね、そういうところってね。やはりもう楽しいでは楽しいですよ、本当に。どこモスクワも楽しいし、私たちローズメニカラーズの出会いは、その、はい、そうですね、そちらのような方の国を舞台にした、第その3部作と言いましたけど、その1作目のベラルーシで撮ってきた、はい、カリーナのリンゴ、チェルノビリ、はい、知ってますね、はい、チェルノビリ原発を題材にした、はいはいはい、映画自体は2003年に撮ったんですけども、うん、公開が2011年で、その時に初めてね、そう、ローズメニカラーズがエンディング曲をやっていただいた関係で知り合った、そうなんです、今関明義監督作品でね、そうです、はい、今関監督と最初に私たちが出会って、それでその脚本を書いてらっしゃる石川に出会って、なるほどね、その後私たち結構お世話になってあの私がソロでやっているプロジェクトのアルー君っていう少年の旅のライブイベントがあるんですけど、それの脚本をずっと書いてくださって、そう、それから最近ね、もう今ナウなやつですけど、はい、桜手のひらっていうローズメニカラーズが、うんうんうん、あの音楽担当している短編映画、はい、今関明義作品なんですけど、その脚本も今年の春、そうですね、4月の中旬に、ね、富山県の方にロケに行きました。素晴らしい、向かい野の一本桜、そうです、もうぜひあの向かい野の一本桜と富山南砺市っていうとこなんですけども、ちょっとあのネットで調べて写真を見てくださいっていうので、はい、すごい、ものすごい桜です、素晴らしい、一本だけあるんです、本当に一本桜、しかも300円とかね、樹齢300円です、
桜ってなんか60年、70年でダメ。それは、ね、種類によるんだよ。河津桜とかは短いんだけど、うん、あれは生育が早いからみんな町がさ桜をいっぱい植えようなんて言って早く成長して早く終わってしまう桜をあの町づくりとして植えてるんだけど、なるほどなるほど。そういう昔からある桜が生き残っているのはもう樹齢が長い子たち。へえ、ね、確か江戸彼岸だ。江戸彼岸桜、そう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 。へえ、ね、じいさんも桜植えたんだよね。桜植えた、河津桜ソメイヨシノ。自分短いやつじゃんって言ったんだね。まあでも仁さんの寿命と同じくらいで、そう、多分俺が死ぬ時に一緒に枯れると思う。まあそれもありで、でもね、残る桜っていうのは歴史をずっと見てきてるから、その重みがまた別に200年ってすごいですよね。すごいすごいすごい、うん、またところどころもうこう折れそうになってたりとか、うもう根っこがむき出しになったりっていうのがまたなんかすごく悲哀があっていいんですよね。はいはいはい、はい、年月が経ってるんだ、うん、そうですよね。短編映画ね、桜手のひらは本当映像必見ですよね。そうですね、うん、音楽も素晴らしいです、ということです。ローゼミニカラスが音楽しております。よろしくお願いします。さて、じゃあゲストのトークですけれども、はい、こういった作品制作の流れ、うん、ミーティングとか、そう全然わからないじゃん、脚本の、ね、うんね、方のお仕事って、うん、どんな感じなんですか。まあよくあるのはあのいわゆる小説が原作だったり、はいはいはい、漫画が原作だったりっていうのがありますよね。原作ありきの小説、あるんですね。それはあのいわゆるもゼロからのスタートではなくて、もう一からですよね、それがあるから、はいはい、僕らがあの僕がその今関明義監督とずっと最近やってるんですけども、それはあの原作がないオリジナルをずっとやってるんですよ、はいはいはい、ゼロからゼロからなんです。でゼロから1に行く過程は全部監督の頭の中にありまして、で監督の中でやりたいもの、やりたいイメージ、やりたい、映像が浮かんだらそれを全部僕に話してくれるんですよ。そうするに要するに監督の中で生まれた一を僕に全部教えてくれる。で僕はそのイメージなりキーになるセリフなり一言ヒントになる、うん、そういうのを全部バーって監督が頭の中から出してきたものを全部もう何も言わずにメモだけ取る、もう言ってることが矛盾してても全部メモ取る、それがまた後で生きてくるかもしれない、はいはいはい、それを取って家に持って帰ってそれを物語にする作業が僕の仕事のまず一番目ですね。あのいわゆるよくあの舞台挨拶とかでも言うんですけど、ジグソーパズルのピースをいっぱいもらって帰って家に帰るんですよ、はいはいはい、それでそれを家でこうはめていく作業で中にちょいちょい抜けてるのがあるとそれを僕が保管していくっていう作業ですね。そうして物語をまず作る、いわゆるあらすじ、はい、シノシプシスっていうんですけどね、でそれから今度は、脚本、実際の脚本に行く作業、まあ、これここが一番皆さん興味ある、まあ、別に普通にお話をね、あのまあ、専門用語で言うと箱っていうんですけども、うん、あの構成を作っていくんですよ、はいはいはい、シーンごとに。あだまず大まかにこんな流れっていうのを作った後に細かく割っていって、はいはいはい、このシーンではこんなことを言って、あの絶対言わなきゃいけないセリフとか、こういうことをやるみたいなことを全部まず一回まとめて全部作って、うん、なるほど。でそれがしっかりできればあとはもうセリフ乗っけていくだけなんで、大枠からの、そうですね、そこが一番大変な作業なんですね。しかもさ、結構作ってからさ、監督に違うって言われたら、もうジグソーパズルバシャーンみたいな感じだよね。そしたらそのバシャーンってジグソーパズルをもう一回全部拾い集めて、もう一回並べて、並べてどこが違ったんだろうなってもう一回見るしかないですね。そうですよね。これだ、ここが違うんだって言ってまたパッてやったら違う、うん、切ないね。多々ありますけど、でもそれはもう違うって言われたらまた拾っていって違うって言われて、違くないってできないもんね。違うんだもんね、もう監督の中でね。そうです、やっぱりそこは自我との、違うだろうって言えないところが辛いところこれはそこまで言ってない、はげてないしね、監督。そう、はげてないですよ。そのイメージが、まあ、メモ書きなり何なり持って帰ってきてイメージが湧いて、うん、書き下ろすまでのその日数というか大体どのぐらいかかるんですか。まあ、もう作品によっても変わってくると思うんですけど。そうですね、あの、まあ、
あの、あらすじを作るのに、まあ、まあ、そんなに時間をもらえないので、1週間、もらえても2週間ですかね。で、まずストーリーができた後に、そこから本にしていくっていう作業は、そうですね、2、3週間ですかね。1ヶ月もあったらすごいなって感じですかね。タイトですね。すごいね。でも大抵、その例えば2週間時間もらったとしたら、最初の1週間とちょっとぐらいはもう悶々として頭の中でちょっと考えてる時間の方が長いですね、僕は。で、実際書く作業になる、書く作業が始まるってことは全部はそうだね、できたってことなんで、そっからは早いです。あ、頭の中でできたものを書くのは早い。そう、書くだけだったらもう本当に1日2日で書けちゃう可能性があります。書くだけだったら。でもそこに行く、至るまでが、さっきも言いましたけど、こう全部の作るまでが大変なので。家ですか、書くの？僕は家ですね。外で書けないんです。書けない、喫茶店とか無理ですか？たまに今回ちょっといろいろ喫茶店とか、あのファミレスとか行ってやってみたんですけども、やっぱりダメですね。前に監督とホテルに缶詰になってませんでした？ああ、それはあの一回ありましたけど、追い詰められてる感じでしたよね、なんか。でもあれもあのてっぺん、ま、あの夜中の12時前に終わっちゃって、これじゃあ家に帰って僕は自分のパソコンで直したいのでつって、そのまま止まらないで帰って、あ、そうできちゃえばね。そう、できちゃえば、なんだよ、ホテル泊まなくてよかったじゃないか。監督と泊まることになるはず。そうそうそう、そういうずっとかこう座り込んでると食べて太ってどんどんなんかブクブクしたり不健康になったりとか。いや、昔は僕はこれ執筆ダイエットって言ってまして、今はそうでもないですけど、昔は書き始めると全く食べれなかった。なんでなんで？若い子がもう気持ちですね。若い頃はもう常になんでしょう、書きながらそういう追い詰められてる思いとの戦いだったんで、もう書き始めるのもう一口も食べられないし、一回体重50キロ切ったことあって、何キロから？いや、だから55、6キロから40代まで落ちちゃったことがあって、若い頃ですけどね。まあ今はね、だいぶ乗っちゃってますけど、ね、今からじゃ考えられないぐらい、カリッカリ、もともとカリッカリだったんですよ、昔から。でもさらにカリッカリになったりとかしてましたね。それはでも、心やみません、余計に食べないとか。その方が自分が研ぎ澄まされる方だってことですか？いや、研ぎ澄まされてためにこうなってるわけじゃなくて、もう追い詰められちゃってるんですよ、最初から。危ないね。ね、もう昔はそんな感じで書いてましたね。まあ、それだけでも入るってことですよね。入りますね。入ってて、書いてるとき、まあ、書いてるとき、まあ、パソコン打ってるときですけども、他の人がその顔見たときに怖すぎて声をかけられないっていう、聞き迫るみたいなことがありまして、自分で気がつかないじゃないですか。でも例えば書いてるシナリオに左右されてハッピーになったり落ち込んだりとか、そういうことはないんですか？それはね、ありますよ。よく自分が作ったキャラクターが勝手に動き出していくっていうことを言うじゃないですか。まあ、僕もあるんですけども、そうすると勝手に変な方向行っちゃったりとか、勝手に変なセリフ言ってたりとかすると、ちょっと自分でプッと笑っちゃったりとか、ね、そういうこともありますね。あ、着地点が変わってたりとかっていうのはよくありますよ。あ、そうするとそれが監督にも違うってなっちゃう。それはね、ラジオドラマの時だったんですけども、初めに自分でスタートと着地点決めて物語を書き始めたはずなのに、思ってた着地点と違うところに落ちちゃうっていうことは多々あります。そうするとどうするんですか？そっちの方が面白かったりするので、もうそのままです。へえ、自由になって。そう、じゃあその職業病ってありますか？それ ならでは、生活してて職業病だ。昔で言えば物が食べられない。ああ、そうか、そうか、あれました。今ね、あれなんですよ。まあ今ってことでもないんですけど、やっぱり人がものすごく気になっちゃうんですね。観察とか。そうです。で、今面白い店を見つけまして、はいはい、ですね、いわゆる夜の朝方の3時ぐらいから店が開くという
るし。え、何それ。どういうこと。要は、あ、豆腐屋さん。飲み、あの、繁華街にある、いわゆるその夜のお仕事をしている人たちが仕事が終わって飲みに来るんですよ。これが楽しそう。これが意外とね、面白い話が聞けるんですよ。僕一回そこで聞いた話をセリフで使ったこともあるんですけど、ね、あといわゆるアフターで来るお母さん、はいはい、もうやたら金持ってるぞっていうの人が、あのキャバ嬢いっぱい連れてこう来るみたいな。愉快だね。面白い。楽しそうだね。だからついつい話にこう耳を傾けて。あ、混じることはない。混じらないです。混じったら面白い。そこそこ黙って聞いてる。なるほどなるほど。そうすると、あの気がつくと朝の10時とかになってた。そんなに。大概ですよね。朝の10時まで飲んで、こっちも飲んでるってことだから。はあ、飲んでたらでも、ね。その何時までやってるんですか、その店。一応10時。朝の10時で終わる。最近はちょっと12時ぐらいまでやってまったりもするんですけど、特別面白いお客様っていらっしゃいました。こいつやばいね。いや、もうみんなやばいっすよ。みんなやばいっすよ。もうだって人の悪口か愚痴かしか言ってないですからね。ああと何でしょう、そのなんもうお金持ってるやつが一番強いんだみたいな。そう、露骨に見えるので面白いですよ。ちょっとだから闇、誰も逆らえない、そいつには逆らえない。すごい若いのに、そいつがお金持ってるから、みんなそいつにペコペコするみたいな世界が。ちょっとなんか自分汚れそう。うん、大丈夫大丈夫。いやいや、汚れませんよ、大丈夫。だからそのために混ざらないんですから。そっか。なるほどね。でもこいつ話聞いて。もうずっといるから、呼ばれたりとかもしますよ。だけど行かない。あ、いや、僕こっちで飲んでる。ボールだと思われてね、もうそろそろ。いや、あの僕が何者かみんな分かってる。あ、分かってるんだ。あ、そうなんだ。じゃあ僕の話が脚本に入るとかみんな思ってる。いや、そこまでは多分思ってないと思いますけど。へえ。なんか俺がイメージしてたのは、あのね、ドラマで昔やってたけど深夜食堂とか、そんなイメージなのかなと思ったけど、またそれとは違いそうですね。違いますね。深夜食堂ってどういうこと？深夜食堂ってさ、主演忘れちゃったけどさ、あ、映画か、ドラマであったんだよね、なんか、ありましたね、映画も、映画にもなりました、映画にもなりましたね、新宿が舞台でさ、いろんなお客さん来て、夜中の12時から始まる店で、で、メニューはビール、酒、豚汁しかなくて、あとは言ったのを作って、だから卵かけご飯って言ったら愛用みたいな、いいね、で、そこに来る客に毎回いろんなドラマ、でも食堂だからいろんなドラマがある、ね、そうこっちはお酒だから、そう、酒の世界だからちょっと 本性が出るというか、そうもういろんなドラマありまくりですよ。なんかこう金色とかそういうものが濃く出るのかもね、お酒飲んだ。そうです、露骨に出ますね。なるほどね。権力とか、今度それが生かされる作品はあるんですか。いや、ちょいちょい使えるところは使いますよ。面白いセリフ、別にそういう設定で使わなくてもセリフって使えますから。はいはいはい。ちょっとそこでいいし、やっぱ脚本家さん、シナリスト、面白いですね。面白いまたちょっと裏もっと聞きたいこといっぱいあるんだけど、あてまに時間が来てしまいました。告知いろいろあるんですよね。そうですね、あの新作、さっき言ったあの、モスクワで撮ってきた映画3部作目の 3個目、はい、映画ですね、あの今年の本当は春公開の予定だったんですけど、まあいろいろありまして、はい、まだ公開できてないんですが、ようやくなんか年内に公開できそうかなっていうところまで来たんで、あの今いつからやりますって告知はできないんですけども、お楽しみに、お楽しみって感じで、あのライカっていうタイトルの映画で全編モスクワでロケをしてきました。で、日本から役者を一人しか連れて行ってません。やば。あの主演の女の子一人で、向こうモスクワにも主演の女の子がいて、そのモスクワの女の子と日本の女の子がルームシェアをしている、はいはいはい、そういう話なんですね。で、友達以上のちょっと濃い関係の二人がだんだんちょっとしたことで歯車が狂っていって、あのちょっと仲違いしていってどうなっちゃうのみたいな話な、ちょっと覗きたくなるよね、そういう模様は。ライカ、は
はい、お楽しみにしてください。そして、ねうん、そしてローズメニカー音楽担当の桜手のひら。そうです、桜手のひらも、もちろん上映はしますので、うん、それも近日中には発表できるかと思います。あ、私発表がある、はい、11月22日、はい、1122に、はい、水曜日祝前日なんですけど、はいはい、渋谷のギャレットというところで、はい、ロジメニカラーズライブ、はい、久しぶり、私の整体手術後復活ライブとしてやるんです。おめでとうございます。ここでその桜手のひらの予告動画を流すのと同時に、その新作の曲を演奏するということと、あとこの桜手のひらをローズイメニカーズ特別バージョンとして先行発売を限定数でこの日からこの日するんですよ。なんでね、このゲスト様と私たちローズイメニカーズにちなんだイベント11月22日渋谷ギャレットぜひいらしていただきたいです。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。楽しいお話をありがとうございました、はい、本日のゲストは、はい、石川明さん、脚本家シナリストでございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。それでは皆さん、また来週 See you next day。 ここの時間のお相手は黒岩仁太郎とロジメニカラのボーカルアルハでした。またね、バイバイ。